省エネルギーパッシブハウス適合住宅と従来住宅のサーモグラフィー断熱性能の違いが出る省エネルギー住宅とは従来の住宅よりも断熱、機密、暴露、夏の日射遮蔽換気が優れた住宅。各国には以下のような国家省エネ基準が存在する。ドイツではニードリジネアーギーハウス基準では 部屋1平方メートルあたりの暖房コストが年間7リットル以下とされる。また、ドイツにおける、パッシブハウス基準は高度省エネルギー基準とされ、暖房コストは1 5アワー平方メートル A 以下、または 4755BTU、フィート、イヤー以下を満たす必要があり、これは、欧州他国でも取り入れようとしている。スイスでは、 ミナジー基準は 42kWh、平方メートル、A、以下、または、おは 13300BTU、フィート、イヤー以下、ミナジー P 基準は、パッシブハウス基準と同等とされる。複数の基準が存在する。小エネルギー住宅の実現に必要な三大要素、さらに近年では、地球環境、周辺環境、住宅環境まで視野に入れた。 環境共生住宅という考え方も登場している。ありがとうございます。